6番人気は11番ハルウラル。これ以上ない仕上がりですね。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。現在1番人気はグラスワンダー、続く2番人気はスペシャルウィーク、注目の春うらら。6枠11番での出走、気合十分。いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。青雲スカイと春うらら、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、まもなく第4コーナーカーブ。青雲スカイ快調に飛ばしていきます。長丁場のこのレースですが、青雲スカイ早くも先頭に躍り出た。続きました春うらら、激しい先頭争い。およそ5馬身開いて総裁帝王佐藤通りましてシンボリルドルフ。まずは1周目正面スタンド前に入った。大きく離れて1番、少し離れてナイスネイチャー、内で3番、それを見るようにグラスワンダー、その後ろに5番、その外並んでオグリキャップ、そのうち並んで2番外スペシャルウィーク、さらには8番、外を回ります。13番、15番、並びかけてきた。4番、現在しんがりだ。第1コーナー回って第2コーナー、順位を振り返っていきます。現在1番は青雲スカイ、続いて春うらら、そして東海帝王。2馬身差シンボリルドルフ、2馬身3馬身開いて1番、2馬身離れてグラスワンダー、さらに3番、少し離れてナイスネイチャー、その外並んでオグリキャップ、1馬身離れて2番、差がなく13番、少し離れてスペシャルウィーク、少し後ろから5番、1馬身離れて4番、後方2番手に8番、15番、最後方からのレースになりました。向こう正面に入って先頭は青雲スカイ、先頭は相変わらず青雲スカイ。先頭から大きく離されて2番手は春うらら、残り 1000m を通過。3番手に東海帝王、2馬身3馬身開いてシンボリルドルフ、後ろ1番、グラスワンダー、この位置につけています。1馬身離れて3番、その外並んでオグリキャップ、内でナイスネイチャー、少し離れて13番、内で2番、少し後ろからスペシャルウィーク、外を回って15番、それを見るように5番、さらに4番、第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。声優自体速い速い、もはや独走状態。グラスワンダー追いすがる。200を通過。声優負けないぞ。